では社民党の政見放送ですお話は社民党党首福島みずほさんと評論家佐田加誠さんです皆さんこんにちは社民党の福島みずほです佐田加誠です今回は 大変な選挙になりましたねそうですね社民党は生活再建命を大切にする政治を実現してまいります今度の衆議院選挙の争点は3つあります格差是正化格差拡大化脱原発化原発推進化憲法を生かしていくのか憲法改悪化社民党は格差是正脱原発 憲法を生かしていくこれを全力で頑張ってまいります。私はあの社民党を日本憲法党だというふうに思ってるんですね。ありがとうございます。だからぜひこの憲法を守ってほしいとあの震災復興にも憲法は深く関わってきますよね。そうなんです。東日本大震災、原発震災で生存権や幸福追求権ほん とに、これが侵害をされました。で、復興予算もその復え復興のために十分使われていない。今保証だって十分ではありません。社民党はきちっと雇用と生活の支援、人間の復興支援のために全力で頑張ってまいります。あの作家の城山三郎さんは少年兵として軍隊に入ってね。大変な目にあって。うん 戦争っていうのは全てのものを失わせると。しかし戦争で得たものが憲法なんだと、戦争で得たものは憲法だけだと強調していたんですよね。今あの自民党の主張なんかも見ると、自衛隊を国防軍にするとか、あるいは石原慎太郎さんたちはあの自主憲法の制定とか言ってますけれども、ぜひそこはあの頑張ってほしいというふうに思いますね。 憲法九条を変えて国防軍集団的自衛権の行使にすれば日本は世界で戦争ができる国になりますこれは戦後67年間の本当にこれを破壊するものだというふうに考えていますあのイラク戦争ももしあの時憲法が改悪をされていたら日本の国防軍はアメリカとともに具体的に戦闘行為をしていたでもあの戦争は大量破壊兵器が前提だったけれどもそれはなかったんです 大変な戦争に日本が世界で参戦をしていく、日本はオスプレイの強,強制配備や、それから日米地位協定の改定を持ちかけるなど、これにオスプレイ反対、日米地位協定を変えることなど、アメリカに対してノーが言えません、これは、えー、日本の戦後を壊していく、アメリカと共に戦争ができる国を国会で作ってはならない、このために社民党は頑張ります。 あの改憲というのがね憲法を改悪するというのが具体的に一点に入ってくるという危険性があるわけですよね。うん、ところであの福島ではね未だにあの16万人以上の人が故郷に帰れない墓参りにも行けないという状況なわけですけども。はいはい そうです社民党は元祖脱原発の政党で社会党時代から40年以上各地の反対運動を担い裁判をやっていきました私自身も反原発30年ほど取り組んできました 2>、うん、今2つやっています、はい、1>, 1つは脱原発全国安業で全国の原発を回っています浜岡原発を止め大井四日原発の活断層の調査を実現をさせました。で1つ1つの原発 埋めていく再稼働反対青森県大間も含めた新設の原発これにも断固反対をしていきますそしてもう一つ脱原発基本法案を国会に提出をいたしました原発動かさないでも2020年に脱原発を実現する これは廃炉法を作って、廃炉ビジネスもきっちりやって、原発を廃炉にしていく、電源3法を改正をして、原発立地圏の産業や雇用をしっかり違う形で応援をしていく、そして自然エネルギーの促進も十数年間、社民党は取り組んできました、太陽光、風力、バイオマス、地熱、洋上風力など、自然エネルギーでその電気を賄うことを、これは法律もできました。 をしていきますで、過渡的には天然ガスコンバインドなどで、えー、天然ガス今高く買ってるんですね、うん、これを低く買って、えー、エネルギーの、えー、転換をしっかりやってまいります脱原発は可能ですしこれこそ原発事故を経た社民党は頑張ってやっていきたいと思っていますあのいわゆる第3極の中で脱原発を主張する人たちの中でもですね、うん 結構ぶれてるところもあるんですけどもまさにあの社民党はずっと脱原発を貫いてきたと。だからいわゆるあのいろいろ選択に迷ったら最後は老舗の和菓子屋さんというふうな形で社民党を選択してほしいとで社民党はその期待に応えてほしいというふうに思いますけれども。はい 雇用でですすよねねまた問題は、はい、そうです、ね、命が大事で今日明日の雇用や生活に不安を抱えている人がたくさんいらっしゃいます、はい、佐さん賃金はご存知13年間下がり続け、うんはい、若い人女性の2人に1人がパート派遣契約社員なんです。 年収が200万円以下の方が1100万人以上になりました、うん、雇用が壊れていっているで、これで格差がやっぱり拡大をしていってる、はいるだから社民党はパート派遣契約社員の皆さんたちを正社員にしていく均等待遇の実現、うん、それから最低賃金は、まあ、中小企業は別としても1000円以上を目指したい、はい、今賃金を上げなければ本当に生活が壊れていっているそして社会保障の担い手 でも雇用が壊れれば支えられないわけですから雇用と社会保障の立て直しをしっかり実現をしてまいります。 で富の不均衡なんですね、だからこれはお金があるところはある、うんで、この富裕層への増税法っていうのは一切民事公は、です、はい、ですから私は経済を良くするためには消費税増税を撤回をすること、不公平税制にメスを入れて富裕層へ増税をしていくこと。 富の再分配この社会でそれをきちっとやって内需拡大をして、うん、そして生活を支援することで景気をよくしていく生活を応援することで本当に雇用を立て直していくことを社民党はやってままいります、うん、あの小泉純一郎さんと竹中平蔵さんのねいわゆる格好付きの改革まあ新自由主義と呼ばれるわけですけどもそれはあの格差を拡大させね 都市と地方のあの地域差っぱりそ,、ねはい、その新自由主義を、まあ、例えば維新の会の橋本さんなんかは受け継ぐという感じですからそういうことに対してあの雇用というものそれと経済 きちっととさせるっていうことが大切ですよね前の政権交代は小泉構造改革からの転換、はい、新自由主義を変えるっていうことだったのに、うん、また出てきている、はい、社民党は TPP 参加にも反対です、はい、これはみ穂の国を壊してしまう、うんはい、農業を壊す雇用を壊すそして社会保険を壊す医療を壊す、はい、だから TPP 参加に反対です。あの今日本の、ね、アメリカ 都の貿易額が割割でで中国がほぼ3割なんですねだから3割を捨てて1割につくような TPP はおかしいとそういうものにも反対してほしいということですねはい社民党は生活再建命を大切にする政治を実現してまいります皆さんどうか社民党をよろしくお願いをいたします。 社民党の政見放送でした。